どうも、ゆたかです。昨日の地震びっくりしましたね。3.11 以来、10年ぶりの、東京でいうと震度5強が来たということで、南海トラフのこともちょっとね、本格的に気にしないといけないかなと思っている中でございます。今日は、この後9時半から、アメリカの雇用統計、経済指標が、発表されるので、今ちょっとね、仕事部屋で待機してます。で、僕ちょっと今、去年の冬ぐらいから考えてて、まあ、投資家の辞書っていう、用語集とかを作りたいなと思ってて、どういうものかっていうと、まあ、そこのページを見ると、株式のに関する用語集があったり、投資信託に関する用語集があったり、債券とか、FX、暗号資産、あと年金とか保険とラップ講座、生徒とか、相続に関する用語集とか不動産の、投資用の用語集とかあとコモディティに関する用語集とかあと事業投資に関する用語集とかあとネットワークビジネスとか、その他経済に関する用語集、あと、まあ、儲けたら、ね、納税とかあると思うので税金に関する用語集あと著名な投資家のリストとか、そこで証券会社の、紹介をしたりとか、まあ、税理士さんの紹介をしたりとかちょっと凝って、コピートレードが最近流行り始めてるのでそのコピートレードができる投資家さんへのリンクとかも考えてます。で、株式とFX と暗号資産っていうのは、まあ、上がってるものはチャートは同じなので、ロウソク足の特集とかあとチャートの特集とか経済指標の特集テクニカル分析の特集ファンダメンタル分析の特集あとオシレーターですね RSI とか MACD とかそういう分析ツールの特集の特集とかも考えてます。そこの投資家の辞書っていうところに行くと投資に関することはもう方法を載ってるようなサービスがないので分かれちゃってるんですね。 FX はここ株式はここ暗号資産はここっていう分かれちゃってるんで投資に関する用語集投資に関することを調べたいなと思った時にいろんなことがほぼ網羅できてるような状態のものを作りたいなと去年の冬から思ってるんですけど、情報が膨大すぎてできません。全然ただ頭の中ではできているのでそれができたらすげえことになるなとは思ってます。探しまくったんですけどそういうのはないですよ世の中に。誰かね根性がある人がいたら一緒にやりたいなっていう思いもあるんですけどもそしたら投資家の方はそこにアクセスが集中することになるので結構世の中の役に立てるんじゃないかなと思ってます。投資家の辞書ちょっと後で画像録音もできてるんで画像をちょっと出しますけども結構壮大な計画です。これできたら面白いなと思ってるんで、ちょっと今日ね、FX があったんで、話題がてら話してみました。そんな感じですね。あと50分後に、米ドルが動き始めて、ドルに関連するユーロドル、ポンドドル、いろんなものが動き始めて、ガってなるのかなと思ってるんですけども、僕は今ちょっと今、ユーロドルを買ってます。ポンド円は売ってます。ちょっとハマってるんですけども、経済指標で動いたら助かるかなと思ってるんですけども、9時半から始まるんで、もし FX に興味がある人がいたら、多分月で一番動く日なのかな。すごい面白いんで動き方が見てみてください。以上です。